どうもーみなさーん、こんにちは。パロスタ日精の筆道天馬です。はい、今日はね、うん筆道天馬がもしも筆道天馬がそさそしゃげのガチャにいたらどうなるか配信。 イエーイ今日は、まあ、そのガチャっていうのはさ単純にその1個セリフ考えるだけじゃ面白くないでしょだからガチャ排出する演出から考えていきたいなって思ってんのその演出は僕が今からちょっと口で音作ります僕のね普段のイメージしてるガチャだとあのー、まず最初に

まず最初に登登場場シシーーンンだよねを作ろううと思どういうのがいいと思うパクリだとあれだから。で最後ちょっと豪華なんでね。パン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  1> 星,1パン星1はどんなのがいくと思う星1はどういうセリフが合うと合うかないやセリフは全,全,全カードセリフ入りなんだよやっぱホロスターズ騎士道天マガチャは。いいパン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 パピンパンパンパンン 騎士道天満です。星に。パン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 。パンパンパンン。いい。ガチャ。ねえ、え見て見て、あそこに村があるよ。チピンチピーン。<laughs> いいじゃん。いいじゃん、これ。ちょっと嬉しくないもん。すでに。星にだから。 ここにいるみんなは僕が守る。どうですかあーあああ僕が僕がエアサーバーになっちゃったうん。<laughs> エアサーバーだありがとう。エアサーバーもただじゃないからね。続きまして。星3個。行こう。でも、ここにいるみんなは僕が守るだと、あの、煉獄さんも言ってた。煉獄さんの言ってた、ここにいるものは誰も死なせないと若干被るからやめよう。煉獄さんとかぶるから。来たわ。 ひ降りてきた。ここは任せて。さあ、僕の後ろに、ペペペペ星3降りてきた。今。星3テーマが。リセマラ終了レベル。排出確率は5%パー。5%で出ます。僕が。星1の確率で60%。じゃめ、60%星1。で、星2が、 三十五パーセント。あ違う違う、三十パーセント。いや違う。三十四パーセント。<music> そして星四。星四までいっちゃったら。 星4まで行っちゃったらちょっとあのもうまず衣装が違うだろうね。あてか衣装が星に星に変えよう。星に変えよう。夏衣装しよう星に。で星4で正月衣装いこう。星4はもう暗黒衣装なのよ。 いや,冷やまるだな通常衣装冷やまる通常衣装冷やまるの騎士道天満の休日です星4星4来たあのこれガチのガチの休日ねガチの休日おっちょお、おい冷やまるどどこ潜ってるんだよおいぷぷぷぷぷッ星4 これ、違うどそんなとひやまるそんなもう潜ったらダメだってばーひひやまるひひやまる潜っそこ潜ったらダメだってばーこれにしよう来た降りた。 降りてきたセリフの神様が何だっけちょっと待ってもうもう何もうすぐ忘れちゃうそして星5星5は正月だろうな暗黒だろうなこ星5はもうフルセットよ うわ、星5のセリフはどうしよっかなもうめちゃくちゃ強いだろうね星5はとんでもないよたぶんまあ夜空は出てくるじゃんもちろんこのこの点検夜空が貴様を召してみせようかあ！ <laughs> うメンチキロメンチ How many gems will this get me? I need dark night e v a r <laughs> o h ah,、uh, and Dark one,、uh, one million gems.We need one million gems. いや、僕はね

決戦の時だ星5